ワンパク恐竜ティラノくんティラノくんとグラディックスの新たな挑戦数日後森の中で大きな嵐が予想されましたティラノくんは心配になり仲間たちに呼びかけましたみんな嵐が来る前に安全な場所を見つけよう恐竜たちは一斉に動き出しましたが。 グラディックスは少し不安そうに言いました私の大きな体では狭い場所に隠れるのは難しいかもしれないティラノくんは優しく言いました大丈夫グラディックス君の大きさを生かしてみんなを守ってあげてほしい僕たちが一緒ならどんな困難でも乗り越えられるよそうしてティラノ君は リーダーシップを取り、みんなで安全な場所を探すことにしました。森の奥には大きな洞窟があったので、そこに向かうことに決めました。洞窟の中での出来事洞窟に到着すると、みんなはホッとしました。しかし、洞窟の中は暗く、少し恐ろしい雰囲気が漂っていました。 ここにいると安全だよねと小さな恐竜が不安そうに言いましたもちろんだよでもみんなで力を合わせて一緒にいれば怖くないよとティラノくんが励ましましたグラディックスはその大きな体を使って入り口を警戒し仲間たちを守る役割を果たしました。 私がここにいるから安心してねと優しい声でみんなを励ましました嵐の後。数時間後外で嵐の音が聞こえました雷が鳴り風が強く吹き荒れましたが洞窟の中ではみんなが一緒にいることで安心感を持てていました嵐が去った後、 恐竜たちは洞窟の外に出て静まり返った森を見渡しました。無事だったねとティラノくんがみんなに言いました。グラディックスは自信に満ちた表情で言いました。みんなのおかげで私も役に立てた気がする。私はもう怖がらない。仲間と一緒ならどんなことでも乗り越えられるね。 新たな友情の証その後恐竜たちは一緒に森を探索し嵐の後の美しい景色を楽しみました新しい目が生えて森が生き返っている様子を見てみんなは感動しましたティラノ君はグラディックスに感謝の気持ちを伝えました「君がいてくれたからみんな安心できたよ!」 本当にありがとうグラディックスは照れくさそうに笑い返しました。私もみんなと一緒にいることで勇気が出たよ。これからも仲間でいよう。こうしてティラノくんとグラディックスの絆はますます深まり恐竜たちは共に成長し助け合う大切さを学びました。彼らの冒険は続きいつまでも 友情の物語が広がっていくのでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします